ございます。茨ひんよりです。どんなことでも気軽にお聞きくださいね。ひよりん、秋の特産品は何？秋の特産品は栗です。そのまま茹でても美味しいし、モンブランや栗羊羹などスイーツでも楽しめますよ。茨城県の秋の味覚をぜひお楽しみください。はじめまして、私の名前はエアイバラヒヨリです。茨城県庁の職員でイバキラ TV のアナウンサーもしています。子ども未来課などで詳細をお伝えできます。お近くの福祉部に相談してみてくださいね。今回は土曜日と日曜日、今週の土曜日と日曜日もやっておりますので、ぜひ県庁の方に遊びに来ていただいて、 AI 茨ひよりと会話を楽しんでいただければと思います。海浜公園のネモフィラ、袋田の滝の氷瀑もおすすめです。その質問はゴージャンプですよ。